それではこのお時間からは毎日展望をお届けしてまいります。本日も解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷昭典記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。6日間開催で行われていますビーナスシリーズ第12戦、本日5日目を迎えました。第9レースから第11レースで準優勝戦が争われます。さあ、長谷さん、早速昨日まで行われていた予選を振り返っていきたいと思いますが、さあ、注目だったのがトップ争いということ で、うん、ですよね。はい、さあ誰になるかというので注目が集まっていたんですが、うん、トップ通過となったのが小野選手でした。田口選手がね、はい、7レースで3着だったんですよ、うん、ということはその直後走る8レース、はい、小野選手が1着なら逆転する、うん、3コースがまくって1着取って逆転しましたね。素晴らしかったですね。さあ、ということで小野選手が1位通過となっております。さあ、そして2位通過なんですが田口節子選手、そして3位通過なんですが新田由里選手となりまして、この3選手が準優勝戦1号艇を手にしております。さあ、そして18番目のボーダーなんですが 5.71 とちょっと下がりまして、はい、中谷智子選手が滑り込んだ形となりました。そして長谷さん、地元からは唯一、滝川真由子選手が準優勝戦に駒を進めております。さあ、明日の優勝を決めるのは誰になるのか、ぜひ注目していただきまして、本日も熱い戦いにご注目ください。それでは本日も長谷さんには2レース予想をいただいております。まずは注目レーサーのコーナーです。そちらのフリップをご覧いただきましょう。さあ、長谷さん、今日の注目レーサーなんですが第9レースの準優勝戦に出場いたします新田由里選手を挙げていただきました。注目ポイントをお願いいたします。ピットでは笑顔、水面では鬼足すごいこう下がりますよね。いやもうね、ピットもう写真撮っててもね、なんか、うん、あ、いつも笑ってるな新田さんと思うんですけどねニコニコしてらっしゃる。ただ水面出たらもうなんか人が変わってるようになんか怖いですねあの出方が。あ、やっぱりそうなんですか。すごい、あの昨日はね、はい、まあ、7レースで田口選手相手にインから押し切った、うん、そうでした。そして予選が終わったレースでは、はい、小野聖奈選手を相手に勝った、明らかに船足の差ですよ。やっぱりそうなんですね。昨日12レース見た時に確信しました、うん、節一は新田さんです。おでは、よくこの39号機仕上げましたね。そうですよね。いや、よく仕上げた、本当に仕上げた。はい、あのスリットからの足、うん、回ってからの足、はい、乗り心地にはね、もう少しね不満はあるようですけど、うん、足そのもの負けませんね、はい、いいですね。はい、さあ、陰線気合が入るでしょう。そうですね、その節一の新田選手が1号艇、ここも進入動きはなさそうですかね。ないと思いますね。枠並みは3対3でしょうね。はい、さあ、相手探しですね。あれだけ新田選手が船足抜群なんですよ、うん、スタートも今節もしっかりいってますね。そうですね。いや本当ね、彼女今年ねユース回数増えてますね、うん、ここはしっかり気力よし、はい、スタートよしなら相手探しでしょう。はい、はい、さあ、まずは相手探しということで対抗評価に挙げていただいたのが3号艇の西村選手ですね。2号艇運野選手、3号艇西村選手、両者ともドリーム組なんですけど、なぜ西村選手が対抗なのか、はい、彼女のが出足がいいんですよね。うん、しっかり前に押してる、はい、なおかつ3コースということは、はい、握って攻める位置じゃないのかなと思って対抗しました。はい、運野選手はね、うん、ちょっと調整が外すと行き足が良くなかったり、そのあたりがあるんですよ。ただね、彼女もやっぱりレースが上手いんでね、はい、すんなりなら1-3か1-2、まあ、両者の争い、うん、まあ、3連単で言うと本当1-3-2か1-2-3というのがもう大本線でしょう。人気集めそうですね。ただ西村選手が3コースからまくって出るというような展開を考えれば、はい、うん、もしかしたら2がね引き波にはまる可能性もある。あ、その時は4-5-6にも少し3着っていうのは出番があるのかな、なるほどと思ったんで、1-3の場合は流し、はい、うん、はい、2が2着に行くときはもうすんなり 1-2-3 かなと思ってこういったフォーカスを出しました。はい、わかりました。さあ、今日の長谷さんの注目レーサーなんですが1号艇で登場いたします新田由里選手、第9レースを挙げていただきまして、本戦の買い目1-3流し、そして1-2-3計5点のフォーカス挙げていただいております。ぜひ皆様予想の参考にされてください。さあ、それでは長谷さん、今節ラストのあのコーナー参りたいと思います。はい、せーの、困った時の長谷頼み。お、3回
はい、昨日もですね、3日目に続いて4日目も満州決着が0本ということで、長谷さんもね、ちょっと的中とはならなかったんですけど、全然なりませんでしたね。なんか、はい、私の出した選手がね、意外とね、はい、なんかレース後のコメントがね、はい、どうですか、レース失敗しましたとか。そうなんですね。そういうコメントが、それ僕の圧なんですかそれ。あ、かなことないよね。かかってないです、大丈夫です。いやでも今月なんか難しいな、うん、ね、女心も難しい、そして予想も難しいという感じになってそうですかね。僕には向いてませんね。そんなことはないです。今節ね、これラストチャンスなので。そうだよね、はい、ぜひ当てていきたいですよね。はい、さあ、それでは困った時の長谷殿美のフリップご覧いただきましょう。さあ、今日の困った時の長谷頼みなんですが、第11レース準優勝戦を挙げていただいております。予選トップの小野選手が1号艇、まあ、逃げ切れば優勝戦1号艇ということはもちろん当たり前ですよね。そうですよね。さあ、ここはもう進入枠なりでしょうね、はい、枠なり3対3、まあ、小野選手の陰線が中心、はい、まあ、昨日はちょっとね、そのね、陰線12レースね、うん、新田選手に船足でやられてしまったと、はい、でも彼女の場合は昨日はちょっと試運転からね、うん、はい、良くなってるというコメントを出てましたんで ね、 そうですね。さあ、ここはしっかりスタートに集中してのインから先前を狙うレースになりますね。はい、こう改めてここまで走ってこられた小野選手の気力自体は普通ぐらいなんですかね。ちょっといいぐらいじゃないんですか。でも昨日ちょっと良くなりましたよ。そうですね、ただいい人とは差があると思います。はい、今節ね、コメントみんな多いんです、選手みんな、いい人とは差がありますね、いい人とは差がありますね。だからちょっと上は抜けてるかもしれませんね。あ、そうなんですね。さあ、ここはでも浜田選手の船足が抜群です、はい、この中では、はい、2コースからしっかり刺して追走、はい、彼女の足考えれば 2,3 着に来るんじゃないのかなという気はします。はい、ただここね、はい、メンバー中フライング持ちが5人もいるんです。そうなんですよね。唯一持ってないのが山川美幸選手。はい、さあ、スタートいきますよ。もう船足もね、ちょっとね、序盤と比べたらね、はい、上位との差を感じてるようです。でも、はい、みんながフライング持ちの中で自分だけスタートがいけるとなれば攻めていく可能性もあります。ただ昨日はね、はい、山川選手4カドに対して浜田選手が角受け3コース伸びていくかなと思ったら浜田選手の方が内から伸び返したんですよ。はい、でも山川選手、こうスタート行けばというところでしょうね。うん、山川さんスタート行ってと思ってるのが4号艇サネモル選手かもしれませんね。そうですよね。行ってくれたら展開しっかり合う、はい、調整合えば回り足も悪くない、うん、ということで彼女にも出番、はい、でもここは1から2,3,4の6点というよりも浜田選手がとにかく来るんだろうというフォーカスを出しました。はい、もちろんね、うん、5と6もね、船足は普通はあって悪くない、展開次第ではチャンスはあると思いますけど、ちょっと買い目は4点に絞ってみましょうかね。わかりました。さあ、本日の買い目は1号艇の小野選手、内寄りのフォーカス弾、はい、はい、フォーカス上げていただいております。さあ、そして狙い目ですね。小野選手が負ける負けないなと思ってるんですけどね。はい、やはり船足を浜田選手がいい。確かにあのね、はい、新田選手は節位置と思うけど、その次は僕は浜田選手かなと思ってます。そうなんですね。やっぱり周り聞くと浜田さんがちょっと伸びますよ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 って声も多い。周りの評判も、うん、でね、浜田選手は周り足も悪くないんですよね。はい、だからうまくさせればもしかしたら小野選手をバックで捕まえる可能性もある。だからまあ刺した時の 2-1 ですよね。はい、たら山川選手がスタートドカーンと行く可能性がありますよね。うん、だから 2-3 というのと 3-2 というのは山川選手がまくっても浜田選手の足なら残せるんじゃないのかなと思ったので折り返しを 2-3-3 に入れました。はい、中谷選手も本当は入れたかったんですけど、ちょっとね、出走を見るとね、やっぱね、6コースからあんまり船木に絡んでないんですよね。あ、そうなんですね。ということでここはちょっと切ってみました。これが吉と出るか今日の出るか分かりませんが、切ってみました。どうなる、はい、分かりました。さあ、狙い目の方なんですけど、船足は2号艇の浜田選手がダントツということで、2番1番から3番4番5番、そしてもう一つのフォーカス2番3番折り返しから3着が1番4番5番、ここを流さなくて大丈夫でしたか、長谷さん。不安ですね。大丈夫ですか。大丈夫じゃないかもしれませんね。はい、さあ、ということで困った時の長谷頼みなんですが、本日の第11レースの準優勝戦を挙げていただきました。ぜひ皆様予想の参考にされてお楽しみください。さあ、5日目の本日も、毎日展望をお付き合いしていただきましたのはスポーツ報知の長谷昭則記者でした。長谷さん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。